佐世保市営交通線は長崎県佐世保市が運行する公営定期航路である。現在運行中の航路は2006年3月31日の編入合併に伴い旧宇宙町営交通線を承継したものであり、佐世保市交通線事業会計により運営されているが、地方公営企業ではない。本項目では過去に佐世保市が直営で運行していた航路についても、 記述する。2007年度の交通線事業会計決算額は、歳入歳出とも5389万円、年間利用者数は6288人であった。2015年度の交通線事業会計予算額は68760千円、決算額は65928000円であった。佐世保市営線。 三島2010年現在、下記の一席のみで運行。田原家保半島方面への航路は1933年運行開始。県道等の道路整備の進展等により、1963年12月25日に廃止された。田原が裏地域住民等が設立した県北海運が航路を引き継いだが、その後も、 乗客減少が続いたため1974年10月に航路そのものが廃止された。1956年時点での外境佐世保市交通局による運行。2002年4月1日、再開パールシーリゾートとの一体経営のため、同施設を運営する第3セクター会社佐世保パールシーに経営移譲され、市営航路としての歴史に幕を閉じた。 昭和27年浸水、25トン定員76名。三大遊覧船、浜湯収益により、昭和40年退役。昭和30年浸水、44トン定員125名。浜湯収益まで、再開丸と二席体制で運行し、再開丸と同時に退役。昭和39年浸水、99トン定員240名。 二隻の総定員を凌駕する、収容力を持ち、退役を促した。海洋収益後もチャーター船として運航され、平成8年退役。昭和57年佐世保重工業で、浸水136トン定員250名。海賊船を模した外装を持つ。1985年度のスーパー戦隊シリーズ、電撃戦隊チェンジマン第18話の長崎県ロケに、 使用された。パールクイーン収益後もチャーター船、臨時運航船として使用したが、未来と交代で平成26年末をもって退役。平成14年前畑造船で浸水199トン、定員280名編成を模した外装を持つ。収益翌年に遊覧船事業開始以来初めての女性船長を昇平した。 主力遊覧船として定期便に運航中。平成26年前畑造船で浸水。160トン定員200名、海王大船として同じく海賊船系の外装で発注されている。バリアフリー対策、電気推進動力などの新機軸を採用している。ありがとうございます。